アレチュウリは、ウリ科の大型のツル植物で一年生総本。英名は、トゲのあるキュウリのイ。北米原産で、日本では、本州以南で、気化植物として知られ、特定外来生物に指定されている。また、日本生態学会によって、日本の侵略的外来種はアースト100に選定されている。北、アメリカを原産地とするが、 南アメリカヨーロッパアフリカアジアオセアニアにも外来種として移入分布する。死ゆこと花。雌花は単緑色で直径約6ミリメートル、球状に集合する。雄花は紅白色で直径約1センチメートル、創状に咲く。夏季は8月から9月で、花の後には白い棘に覆われた実がなる。繁殖力は凄まじく。 一株あたり二万五千個以上の種子をつけていた例も報告されている。果実は長さ一センチほどで長くて、鋭い棘が密生し、根平糖のような形に固まって結実する。触ると痛く、棘は細くて、固くしなやかなので、ジーンズ程度の服ならば貫いて刺さったりする。実には苦さや渋みがあり、食用には適していない。 小山川に架か,かる滝を下橋。し、河原に生える草はすべて荒れ地売りである。日本では1952年に、静岡県清水港で、アメリカやカナダからの輸入大豆に種子が混入しているのが確認されたのが最初とされている。千曲川流域では1970年に侵入が確認された。聖高泡立草のように、土木作業機械や工事車両に付着。 工事の残土、梅戻し仕様土砂と共に拡散をした。旧千葉県農業試験場や四国農業試験場では、売りか野菜内の代儀としての利用が研究されたことがある。豆腐豆の流通経路に沿って分布を広げ、近年では各地の河川敷などで群生して、広い草やぶを作っている。青森県以南の日本各地で広がりつつある。 鋭いトゲがあるため果実そのままを食べる鳥はいないが、地面にこぼれ落ちた種子は野鳥型で、その糞に混じり周辺部や山間部にも拡散している。河川時期では特に増水に伴い上流から下流に拡散している。玉川流域では渡り前のツバメのねぐらとなる吉原が荒れ地由りに侵食され減少している。長野県では、 県が主体となって、荒れ地売りを駆除するため、毎年7月の最終日曜日を、荒れ地売り駆除前県統一行動日を定め、2007年7月29日に、駆除を行う、民間団体、市町村、県等が連携して、県下各地で、駆除作業を行った。以後定期的に駆除作業が行われている。国土交通省千曲川河川事務所は、抜き取り作業による、 アレチュー駆除のマニュアルを整理している。それによるとというのがその基本で、6月から9月に計3回の駆除作業を数年間継続しないと効果が出ない。また、長野県林業総合センターによれば、長野県では8月10日以降に発芽した個体は開花結実しないという結果が出ている。また、駆除のために種子を地中に埋没させる方法が研究されている。 鶴のように巻きつきながら、高木をも覆い尽くして腰死させてしまう。成長、繁殖力が強いこと。根が残ると再生することから、周りの固有在来種が根こそぎ駆逐されてしまう恐れがあるとして、2006年2月から駆除すべき特定外来生物に指定された。AB、アレチウリ。国立環境研究所侵入生物 DB。2012年8月7日、閲覧。 アレチウリとは、長野県。2012年8月7日閲覧。滝康彦財団法人自然環境研究センター。決定版日本の外来生物平凡者。2008年4月21日。ISBN 978から4から582542417。アレチウリの大義利用に関する研究マイナス1。栽培上の。 特製千葉県農業試験場研究報告、P9 から24、1978から03、岩崎正人、稲葉忠興、次期キ,キュウリの代議の種類とウイルス混合感染による、胃腸との関係日本植物病理学解放ボリューム56、ナンバー 5P674 から676、こ今内誠、木カ雑草、荒れ地狩りの猛医学術の動向、 ボリューム8ナンバー A と P58 大石哲也、天野国彦、出水が、荒地売り群落の拡大に及ぼす影響と、その考察から実験、数値解析からの検討水工学論文集、ボリューム5 0 p 1 2 0 7から1212、長野県荒地売り駆除大作戦長野県閲覧、2015年10月22日、荒地売り駆除のノウハウ。 国土交通省千曲川河川事務所。2015年10月22日閲覧。荒地売りの防除。長野県林業総合センター。2015年10月22日閲覧。デンタマサトシほか、特定外来生物荒地売り抑制のための、荒地売り毎度種子除去方法の開発土木、学会論文集。 B1 v o l 六十九69 No.3P135 から146ありがとうございます。